見た今マジけ、あ来た来た来た、あーなんだよバカにしてんな、おい来た来た来い、おーなんだよその角度、ジョニスあなたの中堅らしいです。というわけで今日は猫担当ほのぼのフィッシングやっていきたいと思います。前回ね、お金は結構貯まったので船とロットどっちがいいってみんなに聞いたら圧倒的に船だったね。というわけで今回は船を買うためのお金をちゃんと貯めておきました。さあ早速新しい船をゲットしていきましょう。ほらーおいしゃー、これで行動距離が広がるぜ。さあ新しい魚がね多分出てくると思うんだけれども、早速行けるところまで行ってみましょう。さあそろそろ、あっとあっと、ここが限界です、ここが限界でございます。さあ早速ねちょっとこの辺で投げてみましょうか。様子は変わったんでしょうか。おっとおっとおっと、こいつ何、こいつ見たことないやついる、見たことないやつ、これも見たことない、何これ、これ三角のやつ、うお、すげえな、結構いるぞ見たことないやつ。おーいいですねいいですね、早速ねちょっと釣ってみたいと思うんですけれども、うまく釣れるかな。よっしょっと、もう一回、さあこいつらん、邪魔だなこいつら、ちょこいつらを避けていかないといけないから、ボムかな、ボムないと無理かな、これここで一回ボンってやって、あ大丈夫だ、よしこいつだ、違う、お前たちじゃない、お前たちじゃない、お前たちじゃないんだ、違うんだ、食うんじゃねえ、この野郎、おー、ちくしょう、この野郎、よし、やっぱボムだな、ボムでいこう、ボムで守りつつ、いきましょう、こいつらを、こいつら、よし、オッケーオッケー、来た、今だよ、ほら、止まってる、君、よっしゃ、来た、わっ、わっ、すごい、膨らんだ、何これ、ハリセンボン、すごい、こんなのなかったね、今までね、膨らむとか、おい、やった、パフ、やった。ゲットやったね、あ釣られても膨れたまんまです。さあもう一匹いたよね、もう一匹の方もボムないと無理かな、あこいつ押し、こいつ、あー食われた、あーなくなっちゃ、あー骨になっちまったベイビーシザー、あベイビーシザーってことは糸を切ってくるやつの子供ってことなのかな。ね、ちょっと待って、こいつの子供、おっしゃ、来た、あ、お、助けに来る、親が助けに来るんだ、うーわー、これ無理くね、これ厳しくね、これ釣るの、うまく釣れな、あ、確かにあいつについてってんね、なるほど、そういうことか、これは釣るの難しいぞ、ほら、ついてってんじゃんこいつに、ベイビーなんだよやっぱり、うーわー、これむずいな、ちょっとこれは一旦むずそうだから諦めて、今はね、遠くの方に飛ばすと何かいるか見てみましょう。他にも新しい魚がいると嬉しいんだけど今のところ見えないですね。お、こいつが釣れてしまった、こいつ、お、あ、クジラがいる、クジラ、おー、クジラ釣っとくか、とりあえず一発ね、一発クジラ釣っとく、お、あ、あ、見た今カジキ、ほらカジキ、あれ釣りたい、こいつ釣りたい、いやー難しいなー、ちょっと待てよー、まずはこれを釣って、からのだよね、からのこっからですよ、こっからが問題でございます。さあ一発やってみましょうか、フックをつけてレッツゴー、オッケー、これでカジキ、でももう向こう行っちゃったかな、あの感じだと、いや今よかった、あいた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 、いたぞ、どこだ、どこ行った、あー違う、なんでお前来んだよ、ふざけんなよ、あーカジキいたのにな、カジキなんかでも周りをあいつ釣るの難しそうだな、餌に全然見向きもしないもんなこいつ、ほらどうだ、ここにいれば来い、食え、うわ食わねえ、どういうこと、餌状態じゃないとダメなのかな、ほら、素通りしてくんだけど、なんか好きな魚がいるとかどういうことだろう、すぐそこにいるからちょっとやってみようか、これでよいしょ、これでどうだ、ボン、よし、邪魔なのはいなくなった、これで違う、お前じゃねえよバカチェ、あ、わかった、でもシザーの釣り方がわかった、こいつを釣り上げたら子供がさフリーになるじゃん、それでこの子供を、あ、そういうことか、なるほど、ちょ、強い、分かった、おっしゃ、
これちょあーしげっとした、これでこれでここにほら子供たちが来るから、これをこうやってほら、あーやった、子供の方が高え子供の方が高えぞ、ほらおいし子供来い、おいしよ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 し、オッケーオッケー。さあちょっと待って、ここにいるんだよなこいつ、カジキな、こいつどうすればいいの、何かを何を追いかけてんのあいつは。中くらいの餌とか、まさかまさかの、いやそんなことないよね、そんなことない。ちょっと待ってやってみようか、これでこれを釣って、よいしょっと OK、 これ食べるとか、違う違う違う、お前じゃない、来いカジキ、カジキこっちだ、カジキあれ来い、いやダメだな、見向きもしねえな、やっぱ違うか、ほらダメか、ダメだな、うーん難しい、あいつ何食べんだろう、釣りてえなあいつ、チキショー、あー来た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 、あーなんだよバカにしてんな、おい来た来た来い、おーなんだよその角度、ひどくないひどくない、なんで釣れないこれ、うーわー、よしよしちょっと待って、今餌ゲットしたから、もう一回ちょっと遠くにフックで、あーやべえお金ねえぞお金ねえぞ、これで最後、おっしゃいけいけ、ほらこれでね、ちょっと大物狙いたいんだけど、せめてタイガーシャークがね、さあいねえか、いねえな、あーやばい、来ちゃった来ちゃった来ちゃったけど、あダメ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 じゃダメ、あーいやーダメだったダメだった、くっそボムいらなかった、ボムいらなかったな、こいつ釣れちゃったよチキショー、これ食べるとか、食べないか食べないか、食べそうな感じだって雰囲気あったよね今ね、食べなかったか、ちょっと待って、いや難しいなカジキ、よいしょちょっと売ってこないとダメだ、さあ着きましたよ、いくらになるかな、ドン、おお結構なる結構なる、オッケーオッケー、これだったらもう一回ぐらいいけそう、しゃー戻ってきたぜ、ちょっと待ってね、今餌をねゲットするからね、オッケー餌のゲットが終わりました、さあこれでねカジキちゃんをちょっと釣りたいんだけど、あいつはどうやって釣るんだ本当に分かんねえんだよな、これちょちょ君じゃないよ君じゃないよ、おしょ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 やっぱ違うなこれ、なんかあるぞ、なんかの条件がある、こううわこれわかんねえな、どうしたらいいんだ、うーわ難しい、なんかどうすんだろう、ちょっとしょうがないから違うの釣ろう一旦ね、あいつどうやって釣んのかな、何かあいつの食べ物をねちょっと発見しないと無理だね、食べ物か、さああのでっかい子はいなくなっちゃったかな、いなくなっちゃったくせえなこれ、いやーもう無理か、誰かいね、おわなんか違うの釣れちゃったよチキショー、これあえ何これ外れてるとこあんの、なんで外れたの今、えマジかよそんなことあんのかよ、ああ帽子、あ何あれ、あの帽子新しくない、あれちょっと欲しいな、ちょっと待って待って待って、あの帽子取り行こう、帽子、あーダメだー取れなかったー、つーかカジキ一番ちっちゃい餌とか、いやそんなことないねそんなことないよね、よしちょっとやってみる、これでよいしょ、あ違う違う違う、これでこれ何もついてないやつ、これじゃないと釣れないとか、カジキカジキカジキ違う違う違う、カジキカジキ、これあー難しいぞこれ、無理だよねこれ、よしよしよし来た、カジキカジキこっち来い、カジキこっち来い、こっち来い、気づかねえ、もうちょっと投げないとダメか、この辺か、来い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 、あーダメだな、全然見向きもしねえもんな、いやーわかんないっすカジキ、おい来い来ない、いやーダメだ、いやわかんないなカジキ、いやー絶対釣るぞー、はーい、というわけでね今回はこの辺しよっか、いやでも新しいねカジキがね発見できてよかったね、みんなちょっとなんか釣り方のアイディアあったら教えてください、いや新しいアイテムとか増えてんのかなね、えいやわかんねえなー、とりあえず今日はこの辺にしましょう、最後まで見てくれてありがとう、それじゃあ今日はこの辺でまた見てね、バイバーイ